ミツルを辞しての挑戦も、メジャーの壁に阻まれた大物、1、まさかのメジャー昇格すらできず。熱戦が繰り広げられているメジャーリーグ、今季から MLB に挑戦している山本義信、ドジャース、今永翔太、カブス、は、早くも存在感を放っている。一方で、過去には NPB で圧倒的な成績を残したものの、 渡米後は苦戦を強いられた選手も数多く存在。ここでは、メジャーの壁に阻まれた選手を紹介する。今期成績は日本時間8月21日時点。出身地、兵庫県。投打、右投げ右打ち。身長、体重、180センチメートル90キログラム。青年月日。 1982年7月31日、経歴、伊丹北高、ドラフト、2000年ドラフト5位、埼玉西部ライオンズ時代は主軸として好成績を残し、メジャーリーグに挑戦した中島博之、博之。しかし、まさかの出場ゼロで帰国となってしまった。2000年ドラフト会議で5位指名を受け、 西武ライオンズへ入団。高卒4年目となる2004年に遊撃のレギュラーをつかみ、打率点287、27本塁打、90打点の好成績を残した。その後は長らくチームの中軸を担い、最高出塁率、最多安打などの打撃タイトルを獲得。球界屈指の遊撃手として存在感を示すと、 2012年オフに海外 FA 権を行使し、オークランドアスレチックスへ移籍。しかし、移籍1年目のスプリングトレーニングで不審に陥ると、故障の影響もあり、マイナーリーグ生活で都米1年目を終了。翌年もメジャー昇格を果たせず、メジャーリーグでの出場が一度もないまま、 2014年オフに日本球界のオリックスバファローズへの入団を決断した。オリックスでは在籍3年間で2度の規定打席に到達するなどまずまずの成績を残し、2018年オフに読売ジャイアンツへ移籍。ベテランらしい打撃でチームに貢献した。しかし、昨季は故障の影響もあって8試合の出場にとどまると、 同年オフに戦力外通告。今季から中日ドラゴンズへ移籍したが、ここまで15試合出場でヒットなしと厳しい立場に置かれている。